いらっしゃる。いらっしゃる。ガチギレパウダネスコナーがいらっしゃる。頼もう。来た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 。因縁の対決だぜ。なかなかやるね。あんたみたいな怖がりが、まあよくここまでたどり着いたもんだ。本当に生意気だね。それどころか、私の手下を次々と、そのおかしな掃除機で吸い込んで、そして挙句の果てに、あんたは私の大切な、お化け猫まで捕まえやがって。はい、うざかったっす。おっ。うわっ、うわ、山本だ。いや、そんな綺麗に戻るの？ディスコフロアのボスみたいな感じだったら俺がっかりだからな。あ、すいません、勘弁してください。グイージタイムだよ。なになに、早くしろって。どうする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 。パウダネスコナーはあっちにいるから、はい、こっち行くんじゃない。あ、来た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 。うわ、バカくさ。ははは、グイージでも余裕で倒せるぞこいつ。え、どうするどうする、どっち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 回り、どっち回り、どっち回り、こっちか。ってことはこうだ。オッケー、これなら大丈夫。ほら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 、わかってる。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。全部なくなったぞ。これはやり放題でしょ。あと一発、おっしゃー。ざまみろ、パウダネスが、パウダネスってるぞ。おう、潔し。おお、盛大なパレードだ。おお、誰が鳴らしてくれたんだろうね、今のパレード。やったね。はあ、やったパウダー殺したったべ。兄さん、久しぶり、本当に久しぶり。ルイージマンションパート1ぶりだね。積もる話もあるけど、とりあえずまず絵から出ろ。来たー。皆さん、やっとこの長いシリーズも終わり、終わりが見えてきたよ。マリオ兄さん、いやー、兄弟揃いました。ハッピーエンド。お、どうしたどうした、ルイージ。そうだよ、お前ピーチ姫置いてきか、こいつ。お、ああ、あら、知ってんね。なんで知ってんだ。この扉の向こうからはただならぬ気配が感じるね。感じるも何もキングテレサしかいないでしょ。あとならば何も言うまい。ルイージ君、わしはここから君の幸運を祈るとするぞい。来いよ。部活の大会みたいになんかうちわとか持ってさ、応援して、せめてそれだけでも俺気持ち上がるから、ボルテージ上がるから、頼むわ。ん、なんじゃだ、あにゃあ、ああ、ベースラボ戻れなくなってる。え、何が起きた。キノピオたちが積もった恨みを晴らしに来たが。兄さん、わっ、脅かす必要あった今。早っ、はは、早いね。せかすね。このルイージマンション実況で見たことないですよ。お、ディスウェイじゃない。来てます来てますから、せかさんといて、せかさんといて。どこ見てるんだ、ここだ、ここ。おい、カマンカマンカマンじゃねえよ。お前の今の幅跳びのせいでなんか壊れてますけど。兄弟のこの作用、これがね、あれなんですね、やっぱ任天堂の主役を飾る身体能力ってやつですか。先進みすぎでしょ。ははは、もうちょい待ってよ兄さん。わっ、うわっ、ははは、明らかにもう上がボスステージになってる。あっあっ、屋上に PG 名いたね今。どうした、見せるね、見せますね、俺がそれできないことをいいことに。で、さんざアピってからせかすんでしょ、そうやって。いや、いやー、タッチの悪い兄貴やわ。なんでルイージだけ別ルートなんだよ、おかしいだろ。お、言葉が足りねえんじゃねえか。ニンテンドスイッチでいうね、カセット2個分の主役ゲームを俺に譲ってくれるなら、ワンチャンピーチ姫救ってあげてもいいか。来た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 、久々だね、PG 名。まず俺だよな。まず俺だよな。おい、おい、おい。いいんだよ、体は。感謝、感謝、感謝の言葉。お、まあ、ただで休まねえよな。うわ、出た出た出た。やっぱ今作のキングテレスでかいね。ここまでたどり着くと、
生意気だぞルイージ、おとなしくこのホテルから逃げ出してやがったもの。いやマリオ助けた時は最初逃げ出そうとしたんだけどね。こんな俺様に歯向かうとは、ふざけたまねしてくれるじゃねえかよ。まあ、まあ、兄さんな、あんちゃんな、どうとしますけどよ。これどころか貴様というやつ、今回もこのホテルのおバカたちを。何かが次へと吸い込みやがってな。うわぁ、何このアングル。もうほんと頭来ちゃったから俺も手加減しないわ。俺様が本気を出せばこいつらをとっ捕まえるぐらいなんてことねえんだな。ん、おおおやまそこにいた。ああああああ、なすすべがない。なるがままだな。ああああああ、マジか。本当にあっという間じゃん。いや最初からお前がやるよ。じゃあだってあとはお前らを閉じ込めればメルダケの完成ってわけだ。またって悪かったなお前たち。さあ覚悟しろよ。ああ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 、もうここで察した、もう察した。お化けが出てきた時点で察した。俺だけ助かるやつ、ほら。お化け出てきたら大体俺助かるもんな。お化けが出てきて俺が助からなかったことって一回もないよな。なんだか人数足りねえな。ってなんでお前そこにいんのよ。ふざけんなよ、もう許さんわ。こんなに俺様に痛めてられたんだ。いいだろう、お望み通り。そうだよ、もう最初からこうすればよかったんだよ。15回まで持ち越さなくてよかったんだよな、キングテルサな。いやー、なんか今作のキングテルサはあれですね、なんかボスっぽい。汚いな、危ない。いや、こういう反射はね、だいぶ慣れてるよ俺。ルイージマンションシリーズ全部やってきたからさ、バリエーションは大体予想つくんだよね、キングテレサって。大体冠かベロ。いや、ベロは今作初めてか。ルイージマンション2ではベロ使わなかったからな。しかも長いしね、伸縮性抜群だよ。あ、絶対これで何かするやつだ。ルイージマンション2でもこんな、あ、爆弾じゃん。シンプルな爆弾。あ、入った。これ吸うの。はい。え、え、あ、わかった、グイジ、グイジね。あ、ベロバグったよ、今。おい、気持ちいい。おい、すごいな。分身ね。あ、歯がない。あ、来た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 。いや、これは本当に当たる気しない。棒立ちでも当たんないんじゃないかな。あ、それはないよな。それは当たるか、さすがに。絶、当てる気あんのかね。ははは、絶対当たんない。こうだな。オッケーオッケー。で、これはこうだすな。死ね。ほら、ボンバー。なになになに、いや、そっから出てくる意味。やめろ、お前。うわぁ、なになになに、え、いや、これは無理じゃない。いや、無理でしょ、こんな。避けようがねえ、こんなの。3つになった。3つになったよ。なんで毎晩2本だけコピーできないんだろうね、毎回。はい、はい。おい、お疲れー。長かった、長かった。え、これ吸えんの、これ。これ吸えんのか。ああ、入っちゃった。ああ、出たー。いや、でも今作でかいな、これ。こんなでかかったっけ。これどうすんの、これ。ああ、よかったー。これサイズ戻らなかったら、このサイズのマリオたちが出てくるってことでしょ。任天堂終わるわ、そんなんなったら。ナイスキャッチ。よかったー、これ落っことしてたら本当に死んでも死にきれねえな。え、あれ、え、嘘でしょ、嘘でしょ。15階だよ、ここ。あーあーあーあああ、グイージは生きてるだろう。グイージは生きてるだろう。あ、お前、お前、ルイージマンション2でのあの悪行はどうした？やばいな、お前。まあ、やっぱ生きてるな、お前は。普通にグロかったけど。いや、おばけん今作何？天使じゃん、ただの。前作での悪行が嘘みたいだよ、おばけん。お、先にピーチが出てきた。いやー、よかった。いやー、幸せのハッピーエンドですよ。あ、お前らいたわ、そういえば。ごめん、信号聞いたの忘れてた、ごめん。はあ、すごいね。あ、あー、出ちゃうよ。いや、今回はやばくない？だってお化け制御するとかないもんね。あー、出ちゃった出ちゃった。うわ、待って、めんどくさいよ、この量は。この量はめんどくさいわ、始末すんの。あー、あ、キュート。なんだなんだ、
操られてたの、こいつも、こいつらも操られられてたけ。あー申し訳ないな、スミカぶっ壊しちゃったわけだから。なになになに、どっから出したそのヘルメット。なんでも持ってるなこいつは。あーはい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 、もう一度一から作ろうってことね。なるほどね。お、皆さん終わりました。完結だ、シリーズ完結できた。いやー長かった、長かったわ、嬉しいわこの完結が。俺シリーズ系完結しない系 YouTuber だからさ、今までそうだったから。いや完結できたことにも、あー時間はだいぶかかったけども、まああれですね、まあ完結というのはね、いあのちゃんとね、やっぱ完結するっていうのはやっぱり皆さんにね、やっぱりこの配信、この投稿主はシリーズを完結させないのかっていう印象をね払拭できる。もう消せたでしょこれで、完結できたから、うん、よかったわ、よかった。正直マジで長かった。ルイージマンションが俺ね動画編集で一番時間かかるんですよ。だからこのシリーズ終わったのはね、ある意味動画への負担がだいぶ軽くなったってのもある。毎回毎回ね、ルイージマンション3ね茶番入れてたじゃないですか。その茶番がね毎回考えるの大変だったわ、あの裏話的には。だから投稿遅れたんですよ、ちょ言い訳するとね。いやガチでね茶番が思いつかないんだわ、思いつかんのよ、結構な結構よ。いやだから今回までね頑張ってこれたのはもう本当に皆さんの見てくれるおかげですよ。モチベーションになったんですよ本当に、皆さんのコメントが、温かいねコメントが、いや感謝感激です。いやでも楽しかったわー。いやー全部やってるからさ、ルイージマンション、ルイージマンション2もやってきてるわ、やってきたんですよ僕。だからすごいね、ルイージマンション2は完璧に撮影外でやってた、もう小学校中学、うん、小学校じゃねえな、中学かな、中学の頃にやってたやつだったから、かなり極めてたね、かなり極めてたわ2は。いやーいや長かったほんまに。いや3完結できたのはマジで嬉しいですね。で多分今回もね、ホテルを作ってるわけですから、危なくないこれ、普通に危ないよなお前。いやいや危ないな、こいつらやばいな、危ないんだよな、命綱ないもんな。ガチでさ、ガチでよ、さすがにつけようマリオ。15階の建てのねホテルだったわけだから危ないね。おーおーおー、できてるできてる。だから今回もねあれがあると思うんだよ。あでもどうなんだろう、いやでもあるよね、作ってるってわけだから、あのお金集めた金額であのホテルの豪華さとかが多分決まると思うんですよ。初代ルイージマンションは確かそうだった、確かつかそうだった、俺目指してたもん、目指してたもん。だからいやでも金はだいぶ集めてた方だよ、だいぶ小じきだったからね、ルイージマンションやってる時、ルイージマンションやってる時は小じきすごい意識してたから。グイージかわいいなこれ。これ無理じゃない、ゼラチンにこういう仕事は向かないでしょう。いやだから S ランクが多分最高だと思うんだけどな、どうなんだろう、頼むから言っててほしいな、一応金にはがめつくやってきたんで頼むぜ。いやー長かった、エンディングトークができるっていうねこの喜びを、はあ嬉しい、それ手でよくない。それ掃除機で別に敷かなくてもよくない、手でこうパッて押せばいいじゃん絨毯ねえ。いやははははは、捕まってるなこいつら。いやこういう裏設定、裏のこの捕まえた後の物語を見るのも好きですよ私。でちょっとあの化け猫をパウダネスコナーと一緒にしてるあたり、ちょっと小山のちょっと両親の呵責を感じますね。あじゃあ完成と、ちょっと見たい見たい、早く見たい早く。これ毎回誰撮ってんだろうなこの写真、カメラマン気になるな。見たいよ早く、ホテル見たいよ。
どうだ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 、符号でしょもう。あーなんか微妙。ほらやっぱりなんかちょっと画面上もうちょい行きそうだもん。まあ、おー帰んのか。いやもうちょい作ったわけだから過ごさないのかな、ルイージたち。あーじゃあなお前ら、叩きつけてごめんな、いろいろスラムで頭脳天ボッコボコにしてたからな、ごめんね本当に。いやー一つ、あーお前はついてくんの。まあお前はいいか、まあ俺のペットみたいなとこあるからね、可愛いし。臭い臭い臭い。お疲れ、ゆっくり休め。